はい、どうも Q です。本日はプラネットズーの続きをやっていこうかと思います。前回、入れたですね、セーブルアンテロープですね。いやー、黒くて、本当にね、かっこいいですよね。角がね、長くてすごくかっこいい。牛科の動物でしたね。ヤギっぽく見えますけど、鹿の動物っていうことですね。後ろに見えているのが、スプリングボックという動物ですね。こちらも鹿の動物になりますね。パッと見た目なんかロバとかね、あの鹿とかそっち系に見えますけども、いやでもこの白黒ほんとはっきりしててかっこいいですよね。いっぱい草食べてる。うん、あー、もしゃもしゃ食べてますね。お腹空いてたのかな。走ってくれると嬉しいけど、どうかな。こっちの個体は子供かな。あんまりこう色目がはっきりしてないので多分子供だと思います。セーブルアンテロープの子供かな。そうですね、子供ですね、セーブルアンテロープの。メスなどで、白っぽい、白と茶色の模様になってますね。いやー、かわいい。向こう側にスプリングボック見えてますね。どっちかというとスプリングボックに似てますよね。あ、結構お客さん来て見える。嬉しいですね。作ったところを見に来てくれるのは嬉しいですね。いやー、耳がピコピコがもうたまらないですね。はい、ではですね、スプリングボックの方を見ていこうと思います。こちらですね、ほんと、シカ科の動物に見えますよね。どう見ても、こう、シカ科の動物に見える。シカの動物ですもんね、これが。あ、子供がいましたね。お、親子で。あ、この角もね、特徴的ですよね。内側にちょっとこう反り返ったりして、いやほんとね、動物園行きたくなりますね。尻尾も可愛いですね。では子供の方を見ていきましょうか。来ましたね。もう子供になると本当にバンビっていう感じですよね。牛科の動物に全然見えない。いやー、長いこの耳が可愛いですね。頭撫でたい。はい、ということでですね、今まで、長く間作ってきたこのアフリカエリア、動物を入れるのはこれで終わりにしたいと思います。今度ですね、こちらのエリアの周りをこう、空いてるところをですね、埋めていきたいと思います。飾り付けですね。はい。ではですね、ここから、コメント返しのコーナーに移りたいと思います。はい。ではですね、サファポポチャンネルさんですね。かっこいいということです。いつもありがとうございます。本当にね、かっこいいですよね。コメントありがとうございました。はい。
ではこちらもいつもの方ですね、ラルトルさん、いつもありがとうございます本当に、動画投稿お疲れ様です。めっちゃ動物の名前が長いと思ったら2種類だったんですね。どちらも知らない動物だったので勉強になりましたということです。いつもありがとうございます。そうなんです、あの2種類のね動物の名前を入れてますね。いやーね、なかなかねこううまくこう書こうと思ったけども長くなっちゃいましたね。はい、ありがとうございました。では、いつもの方ですね、アスナビさん、動物動画始まってすぐに、作業員風の人が登場しましたけど飼育員ですかねということです。いつもありがとうございます。飼育員さんですね、結構飼育員さん突然現れるんですよねあの歩いては来ているんですけどね。はい、ありがとうございます。いつも本当に嬉しい限りです。はい、でですね、ちょっとですね、だいぶ昔のシャープ1から、見てくれるというふうにコメントいただいた方ですね、渚のゲーム生活さん、遊びに来ました。こういったシミュレーションゲーム大好きです。なのでシャープ1から見始めました。これからもよろしくお願いしますということです。本当に、ね、来ていただいて嬉しいです。まさか1から見てくれるとは思っておりませんでした。あのシャープ1も最初の頃一番最初にやり始めたので、このゲームが一番古いんですけども、いやーもうね今とは比べ物にならないほどねこう見にくい動画となっておるので、本当にねあのもし無理だったらちょっと飛ばしてもらっていいと思います。本当にね最初から見ていただいてありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、ちょっと、また前回のですねハイログマ編の動物解説の方で、いただいたコメントを少し読ませさせていただきたいと思います。はい、古揺れゲームですよね、クマ、グリズリーのことなんですね。さすがに迫力ありますね、でも背中をかく仕草は可愛い、めっちゃ座ってるということです。いつもありがとうございます。本当ね迫力ありましたよね。座ってるとねパンダやテディベアみたいにもね見えてちょっと可愛いんですけども、本当にねいい形ですよね。はい、ではそんなところかな、そんなところかな。はい、ではですね動画の方に戻っていきたいと思います。ほんとね長い間、プラネットズーをやってきましたけども、もうね60シャープ66かなこれで、このままいくとシャープ100ぐらいまでいっちゃいそうですねやっとねここのエリアも終わってですね、次のエリアにねこう行けるかなとは思いますけども、ちょっとねまだ数回このような景観作りの動画が、続くと思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。またねずっとその建築の風景ばかりとかだとちょっと飽きてくると思うので、今まで作ったですね、飼育エリアの動物を最初の方に挟みながら、そんな感じで、今後動物と、建築を、織り交ぜたそんな動画にしていきます。まあ、こちらの方のですね、のエリアが完成するまでですね、じっくりはい、こちらの方でですね、言うのもあれなんですけども、動物解説編を出しております。そちらはねアリアルさんっていうAI ボイスを使ってですね、やっておりますが、もしよければねそちらも見に行っていただけると嬉しいです。はい、やっぱりねこういうね、造形物ってすごく大変ですよね。いろいろな配信者さんのを見たりとかしてですね、また実際の風景画を見てですね、それに似たような形で作ってみたり、真似してみたりね、そんな感じでやっております。まあ実際にね写真見ながらやる方がね一番こう違和感なくこうねうまくできる、そんな感じがしますね。いやでも今回のアフリカパックなんですけども、本当にね良かったですね。フェネックとかね、すごい可愛い動物もいっぱいいて、こういった植物関係もね結構本当にアフリカチックな見た目のいい植物やね、そういったものも多くあったので、本当にね、使っててすごい楽しく、ゲームをさせていただいていました。またね、
新しいダウンロードコンテンツがまた来たらまた買っていこうかと思うのでね、その時また新しい新エリアを作っていきたいと思います。とはいってもこちらの Q2 なんですけども、もうあと2つか3つぐらいのエリアで終わっちゃいそうなんですよね。全部埋まっちゃいそうな、そんな感じになっております。はい、いやね、本当にね、長い間やってきたなーっていう、自分の中で本当ね、お疲れ様って言いたいですね。まだまだ終わってないですけども。はい、こんな感じでですね、今だいぶできてきたかな。ちょっとね、砂漠をイメージして、まあ砂漠って言っても緑結構入ってますけどね、こんな感じで今作っております。やっぱりね、砂漠とかこういったところはあんまりこう植物使いすぎるとジャングルになっちゃうので、できる限りね、ちょっと少なめにして、で岩で装飾するようにしてみます。岩だとね、違和感ないので、全然こういう乾燥地帯とかにでもね、岩って結構あるものですから、こんな風に使ってやっております。はい、ではですね、今、こういう形でですね、音楽の方も変わってきました。終盤となります。いやー、でも本当プラネットズーって音楽いいですよね。自分本当大好きでですね、サントラックとかも買ったりとかしてね、時々聴いてます。音楽のいい、そんな、ゲームってね、やっぱりね、やってても気持ちがいいですよね。ちょっと上の方も少し、着色していきます。手前だけだとね、ハリボテ感があるので、まだこの奥の方がですね、まだまだできてないもんですからあれなんですけども、今後ね、またそちらの方もどんどん作っていきますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、そんなんでですね、出来上がりました。ちょっと黙りますね。はい、どうでしたでしょうか。こんな感じで、うまく飾れたのではないかなと自分では思っております。はい、ではですね、最後まで見ていただいた方々、本当にありがとうございます。またね、これからも頑張ってやっていきますので、ぜひコメントや高評価いただけると嬉しいです。またね、よろしければ、チャンネル登録なんかもしていただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではこんなところで終わっていきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。